はい、皆さん、ミルスケでございます。さて今回ですね、久々にねコメントが来ました。なんかこの今回の上級トスカーナの、ダートトライアルがクリアできません、ミルスケさん、なんとかしてくださいということで、なんで僕にも助けを求めたのかわかんないですけどね、やってくださいということで、今回やっていきたいと思いますよ皆さん。まあ僕もそんな上手い方ではないので、そもそも車があるのかっていう、どうかね、ないですねなんかね PP が500ダートタイヤ入ってくださいっていうので、乗れる車がないんですよ。メーカーに絞り込んでもないわけなんですね。買うしかないの、じゃあ買いましょう、大丈夫でしょう、こう、まあ、PP500 未満でも全然いけると思うんですけど、ちょっとあの難しいっていうことで、なんかいろいろあるみたいなんで、やっていきましょうこれね。ね僕もトスカーナそんな走り慣れた人間じゃないんで、クワトレ S1 ラリーかいんじゃん、それが難しいんじゃないかな。まあ、行ってみましょう。ひとまず様子見でちょっと走ってみますわ。クワトロ S1 って確か速くなかったっけ？こことかめちゃくちゃ遅いもん俺。なるほど。わかった。オッケー。こういう感じの、あれね。了解。スタンバイ。よし、行こう。今回難しいかもしれない。難しいよ今回は本当に。ごめんなさい。正直なところ、ドリフトとアンコンが難しいな。よし、クリア。これ流しっぱね、ちょっとぶつかっちゃったか。よし、オッケー。スタリオンのお兄ちゃんはスタリオンじゃねえな、合ってるか、スタリオン。よし、こんな感じかな。で、オッケー。あとはちょいちょい。いいね、いいよ。
難しいっちゃ難しいですよ。いや結構遅くなるんですよね、ここで。前の2台が結構ね、あそこの最終コーナー付近で遅くなるんで、それをうまく活かしていけたらと思うんですけど、よし、よし、オッケー。ライン取りが重要なんで難しいと思いますよ、今回は。確かにマシンも重要だと思いますけど、せっかくこうラリーカーに乗れる機会があるので、ちょっといいかもしれません。ああ。よいしょ。いい感じなんじゃないですか。うん。なるほど。なるほど、なるほど。今回はですね、一言で言うと、ライン取りですね。なるべく、その、ぶつからない程度にインを行くっていう感じで、かなり難しい状況、の中、まあ、悪天候っていうか、悪路の中で、そう、その、インを取っていく。で、見えない壁に対して、ギリギリのラインを取っていく。っていうのも大事なんで、ちょ、ここ今走ってるところが見えない、その壁が出てるところなんで、ここはあまりインに寄りすぎないで、まあ、その、色が変わってる部分と変わらない部分を、変わってない部分を、ちょ、そう、滑っていくっていうのが大事になってくるんじゃないでしょうか。はい。かなり難しいところであるんですけども、この今走ってるところは、思いっきりインを取って、で、流れるように曲がっていくという感じですかね。口じゃ説明しづらいので、実際に走っても絶対説明自分ではできないと思うんで。はい。ということで、今回はここでおしまいになります。はい。雑、作り雑。作り雑だった。ということで皆さん、お疲れ様でした。なんかうまく説明できなくてすいませんでした。はい。